津軽津久光は、江戸時代後期の大名。道の国黒井藩四大藩主。官位は、十五位下、四季武将優。後四尺、死者蔵くらい。天保十一年八月二十九日、津軽市一門。津軽市の津軽順長の次男として、広崎にて誕生。陽名は、本次郎。署名は、朝清。道の国黒井藩三大藩主。津軽情報の養子となる。 海英四年に、情報が死去したためにその後を継ぎ、広崎藩主、津軽巡章から返旗を受け、津久光と改名した。慶応四年の母親戦争では、本家の広崎藩と行動を共にして、新政府に組みし、函館に出兵した。この功績により、明治二年に、商天金占領が明かしされた。明治二年の藩籍奉還で中藩寺となり、 明治4年の廃藩地検で面官となった。明治17年、家族例により死釈となる。明治23年7月には、貴族院の開設とともに、貴族院議員となり、明治30年7月まで在職した。明治36年12月7日、64歳で死去した。あと、長男、ルイタちばが継いだ。墓所は、東京都台東区上野の屋中墓地。 和歌の際に恵まれ、日本英傑百首の一人として名を連ねている。ありがとうございます。